リクガメのまさこレイディオ。まさこレイディオ。まさこレイディオ。はい、バッチリ決まりまして。タタ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 タン。ああいいですね。ああ。見てますけど。ちゃんちゃかちゃかちゃか。パフじゃないのよ。焦点はそれは。焦点は。春日さんも焦点してましたよ、さっき。焦点見てたね。うん、ちょっとだけ見てた。うん、あ、そう。うん、春日いっぱいいるってこと。明けましておめでとうございます。皆様。もう気分はすっかり正月ですね。そうですね。2022年1月1日分の今日 YouTube ということで。はい。やってまして、やってます本当に。まあ遠隔なんですけど、うん、3人でって言ってたんですけど、ね、もちろん土井さんからの返事はなくですね。今頃も浮かれ散らかしてんでしょうね。もういいんじゃないですか、ね。羽を伸ばし散らかしてんでしょうね。いいと思いますよ。うん、もうやりましょう。昨日も、まあ、始発とかで帰ったしね。昨日も3人仲良くね。始発ですか、うん、始発で帰りましたね結局のところ、うん、もうあっという間やったな。ジャムで朝までいたけど、朝までそうね、まあ、ジャム開けてくれた、うん、開けてくれてて、まあ、結構でもお客さんも残ってて、思ってたより行ってくれたね、うん、なんか喋ったりしてるうちにいつの間にか始発って感じでした、ね、もう始発の時間もちょっとなんか過ぎてたぐらいの気づけば、うん、まあ、なんかどうしようもなくなった時用にカードゲーム持って行ったけど全然出番なかったもんね。せずって感じで、あっという間でした。あっという間でした、はい。もうすんごい気持ちの切り替わりがもう全部終わったと思って、うん、もう完全に正月やわ。あ、そうですか。お餅食べたし。いいですね、うん、お餅食べてプロテイン飲んでプロテインはまあ分からんけどめちゃくちゃ正月やわ。どうしよう、ま、何しましょうか。とりあえずもう1年始まるっていうことで、あれ声が、急に声なくなった。聞こえてこなくなりましたね。声なくなりましたねいや俺も今日初めて声を発声したからちょっと声がまだ、ああそうよね、わかるわかる。ラジオってラジオが声出しみたいな感じですね最近そういえば初めて喋ったみたいな時もありましたけど、今年はどんな一年にしましょうか。いやまあでももう数ヶ月先まではスケジュールもある程度ね決まってたり、まあ、後でしっかりバンドの抱負とか言いますけど、なんかショーンさん、個人的にあります？今年は個人的にこれやってみたいなとか抱負みたいなありますか？いやないんですよねそれが。まあそうなのよ、今からそれを決めるっていうとこなんだよね、うん、やっぱりそう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 、うん、それの三が日なんだと思ってるんですよ。ああなるほどね。三が日でぼんやりそれを考えるのがねなんかいいじゃないですか。でもソロキャンがしたいがために実家からバイクを持ってきたんですけど、うん、そう言うてたね。結局そのね、秋冬まあまあライブとかもあって忙しかったんで、うん、結局行けてないんそうやんなすよ、ね、まずはそれですよね。まずはそこかな。いいな、うん、ほんまに何にもないわ。昨日もそのジャムの、うん、ああカズマックさん、カズマックスソロキャン仲間の、うん、そうそうとなのがぜひ行こうみたいな話はしましたけど、呼んでくださいね。もちろんソロキャンの際はちゃんとギア揃えといてくださいよ。みんな揃ってるんで。何ギア？こちらは。は？ギア？キャンプギアですよ。キャンプグッズってことですか？そうそうそう。なんもないです。ギア買ってくださる売ってるんでアマゾンで。なんもないですよ。なんかかき混ぜるボートが持っていきます。すぐ買えるんで。ほんま。あのテント、手袋。ね、いや確かにキャンプはそうね。それがソロキャンですから。自分のギアは自分でも。あ、ほなやめとくわ。やめとき。うん。やめときそれが安全。ミナを誘ってくれるまで待っとくわうちは、うん、そう、まあ、グルキャンはね、うん、またそれはそれでやりたいと思ってますけど。そうですね、うん、そんな感じですかソロキャン。まあまあ一旦そうっすね。ええー、なーなんかええー、なー野望があって。野望うちも野望欲しいぞ。野望ないんすか。野望ないんだ。なんかずっと思ってる野望はあるけどなんか今年はみたいな、うん、ないな、うん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 、
今年こそはっていうないな。まあほんまに曲をめちゃくちゃ作ろうっていうだけやな、ほんまに去年からずっと思ってるの。めちゃくちゃ作ろうという、なんかうちなんか娯楽したいぞ、うちも娯楽ね。確かに娯楽、まあそうか、娯楽しないんですか。いいな、ソロキャンみたいな娯楽なんやろ。まあ、一番分かりやすいよね、キャンプとか。うちもそろそろあれしようかな、じゃあ積極的にサウナとか行こうかな。ああ、サウナもいいんじゃないですか、うん、それは。うちもちょっと積極的に、うん、なかなかね腰が重い。あんまりやっぱうちもね家出ないんだよな結局どっか行くぞみたいな、ないんだよ意外とね。近所にあればいいんやけどな。うちほんまに次引っ越すとしたらもうさ、そういうサウナの施設があるところの近くとかにしたいわ。今までもそんな選ぶ余地もないような引っ越しばっかり繰り返してきたから。うん、うん、そうね、値段一択で。でもチャリ圏内にあるじゃないですか一応ね。ちょい遠いけどあるけども、小さいのしかないよ。うん、小さいのしかないね車とかあればね、全然車とかあればね、行けるんやけどね。うん、あ、2022ですね。そうなんですよね、すごい気持ちだわ。なんか去年ものすごい駆け抜けたもんね。知らんうちに終わってた感はありますね。駆け抜けたけど、なんかちょっとほんまに今の間だけやと思うのよね、この数日だけやと思うのよ、なんかちょっとダラダラできんの。終わりますか。終わろうか。もうなんかもう完全スイッチオフじゃないですか。もう新年モードというか、もう何にも頭動いてへんもん。もうぼんやりただテレビを見る状態じゃないですか。ずっと心の中で持ち食ってんもん。何も考えずにテレビを見る正月の状態じゃないですか。今体が一発目やで。これ一発目ですよラジオ。そうですよ。去年のと大違いやな。去年あんな去年は張り切って、そうね、だいな毎日 YouTube やりますせみたいなね、うん、しっかりなんかやってやってめちゃくちゃはっきり言ってたのにね、うん、一番ゆるいですね一番ゆるいね、過去一。いやでももう本来の正月、ね、正月あのあるべき姿。いやそうなのよ、そのまんま日常をお届けしてるからただただこっちはもう完全にリアルをね、うん、リア充をお届けしちゃってるわ。ただただリアルの、うん、リアルの番組ですから。朝コレイディオってやっぱね、ちょっと、はい、結構リアルを届けがちよね。うん、いいんかな。ちょっとねリアルすぎるかもな、うん、ちょっと一回フィクションでやってみるか。うん、一回フィクション一回一回頭からケツまで全部嘘、全部嘘でやってみようか。全部嘘しようか、うん、次のあまりにもノンフィクションすぎるからさ、うん、ちょっとこれリアルすぎるわ。もっとなんかさ、ほんまやったら、うん、あのうちの撮る前のイメージはね、うん、はい、なんかこうなっていきたいよねみたいな、オイラーリグガメねみたいな感じで、うん、やれればいいなって。あ、なるほど、ね、思ってたんやけど、その思ってただけやそう、毎日その熱量は無理よ。いやそうやねそれもやりきってんねん、もうなんか去年とかにもうほんまにちょっとなんか1年間が終わったっていう、ね、うん、あのよやっと休暇来たぐらいの感じなのよ今。あ、ほんまに言うて休みなかったやろみんな。休みっていうかもうほん取り先を一旦考えなくていい日ってなかったくないですか。あ、まあ、マジで、まあ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 、ずっとなかったんけど、まあまあ、ほんまに、うん、当たり前やけど、それはもちろん次から次へとライブあるやん。そうですよ、はい、うん、細かいオフはあるよ、うん、ここはちょっとだけは考えんとこうみたいなあるけど、うん、それってもう考えんようにしてるだけというかさ、うんうんうん、一旦休まなみたいな、うん、けどよしよっしゃリフレッシュしたっつってもう考え始めるみたいなさ、ようやくのオフやわ。いや、オフにできる撮ってますけどね今。
オフというか、めっちゃオンのステージでオフ、です僕言うてもてるわ。うん、今これ世界中に流れるやつですからね。ね、とんでもない世界ですね本当に。うん、いやーほんまに良かったです。もういろいろ終えて。いろいろ終えましたね。まあ、特にやっぱりカメフェス。カメフェスからが怒涛やった。てか、うん、うちの中ではもうあの頃が、あの頃あれいつからや。もういつからや。確かに。ツアーとかのツアー始まったぐらいから、そうね。あのレコーディングも始めつつ。確かに確かに。レコーディング結構。結構な回数、結局8回ぐらい入ってたのスタジオ。まあまあさすがに15曲なんでね、うん、まあまあ時間はかかりました。そうね、なんかそれをうち結構日々ずっとそれをやってた、練習やったり、うん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 、アレンジやったり、ね、やってたのが割とベースにあって、はいはいはい、まあ、マジでそれがソロのベースでボイラーのライブがすげえ多かったじゃない、うんうん、なんかもっと多い人たちいるけど、うちら多分月6本とかでも多分多いのよ。でもこの昨今の状況にしては多い方じゃないですか。確かに多い。他のバンドと比べても。すげえやってんなとは言われるね。そう、いけの言われた。ああ、うちも言われた。すごい、めちゃくちゃライブしてんなこいつらって、うん、自分では思ってたのに。11月とかな、 4日連続あるぞみたいな、フェス前にみたいな、まあわざとやけどえらいしてんなみたいな、うん、うん、そやな。10月11月12月ですわ、ほんまに怒涛だ。その3ヶ月のおかげでもう全部ほんまに覚えてへんもん。1月からのこと、うん、ほんまに覚えてない、マジで。いろいろ、うん、多分そのハイライト的には10時間ライブとかって結構上位に来ると思うんやけど、10時間ワンマンライブ。確かに。あれ相当やったじゃないですか。確かにな。結構な準備したし、うん、曲も100曲つって、うん、めっちゃスタジオ入ってギョバも苦しませつつ、うん、メンバー全員苦しみ、うん、プラスワッサコラ採点というなんかもうほんま余計なことをいっぱいして。確かに。あれはなんかもう全部詰め込んだみたいな日やったけど、それすら忘れさせる、忘れてた。四半期でしたねほんまに、うん、いやよかったです。四半期って言葉知ってんね。四半期知ってるもん、銀行員やった言うてんね。そうか、四半期の予算はみたいな。うん、やっぱ11月、あーもう本当にいろいろありました。なんかね結構いろいろあったじゃないですか。はい、4レンジャーのライブとかさ、うん、なんか毎日来てくれた人とかがおったりとか、なんかそういう心の支えになってた部分っていうのはもう顕著に覚えてんのよな、ずっとやっぱり、うんうんうん、自分が弱ってた時期とか特に、うん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 、席こじらしたりとか、はいはい、ライブも初めてキャンセルしたりとか、ちょっとねうち相当弱っててね11月は、うん、だからそんな時に本当に思ったね、本当に恵まれてんなって、うんうん、ほんまにうち嬉しいと思いました。なんか全く関係ないんやけど、あの進撃のノアっていう、うん、キャバ嬢の YouTube チャンネルがあるんですよ、うん、でそれなんか知らんけどよく上がってくるから、うん、でも見ちゃって、うん、で見たらどんどんまた上がってくるからめっちゃ見てんねんけど、はい、あのキャバ嬢さんはさ、うん、めちゃくちゃそのお酒を開けないといけないじゃない、はい、でもあんまりにもそう飲みすぎるとさめちゃくちゃ酔っ払って大変なことになるから、うん、なんかお酒を入れて お客さんに入れてほしいけど、でも入れたらの自分を飲まなあかんから自滅するしっていう流れさ、うまいことやってはんねんけどさ、うん、そのあんまうまくできない子もいてやし、お客さんの質もなんかすごいいっぱいあってさ、本当にそのキャスト思いのお客さんってなんか、うん、なんていうのその一本でキャストの子がもうこれ以上飲ませないようにお酒を入れてあげたいけど飲ませないように、なんか一本でめちゃくちゃ高い金額のを一本だけ入れるとか、もう3本頼んでたのを、うん、あやっぱりキャンセルして一本でこの一番高いのにしてくださいって言ったりとか、はい、もう飲まなくていいよみたいな人もいるんやけど、うん、うちが最近見たんがなんか飲んでないじゃん飲んでないじゃんってさ、うん、もうひたすらひたすらガンガン飲ませて泣くまで吐くようにな、うん、な状態まで追い込んで、で席に戻れなくなって、うん、でなんか戻ってこないからっつってもうチェック勝手にしてたりとか、うんうん、でもなんかそうコメント欄見たらなんかそんなお客さんはなんかいない方がいいみたいなさ、なんかそんな見とったらさ、うん、なんか
もうなんかいなんていうの、うちめっちゃ恵まれてる。泣くの？違う違う。泣くの。違う。どこと比べてんねんって話じゃないけど、その夜の世界のやつを見てても、こんなお客さんもおんのんかとかさ。まあ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 。ボイラーってさ、バンド界でもさ、いろんな話聞くじゃないですか。うん、なんかちょっとストーカーじみた人がいるだとか、そういう被害があったりとかさ、もうゼロミリもないやん。うんボイラーって昔から、うん、人気がないから知名度がないからっていうのは理由にあるけど、もっと有名になったらなんか、トエちゃん可愛い、おうち教えてみたいなさ、やめとけそんな人もったかもしれないけど、もうなんか今までほんまになんか嫌な思いせんと、お客さんいい人ばっかりなんか守られてきたなって思って、改めて。あ、でもそれはそうですね。守られてきたし支えられてきたし、本当になんか一緒に来たなって感じがすごいしてね、まあそれはそう思いますね。そう、うちなんかカウントダウンライブも、そのね、まあ声には出してなかったけど、やっぱうちらは一緒に生きていきたいバンドやなってみんなと、ついてこいよみたいな、ビレッジマンズストアみたいな無理やから、もうほんまに一緒にここで一緒に泣いて一緒に笑って一緒に作って、なんなら作らしたし、くす玉の材料もお客さんに時間ないからっつって花とか作ってもらったりとか、なんかそれも心よくやってくれたりとか、一緒に楽しんでやってくれる人たちとさ、一緒に来ていきたいなってすごい思ったね、最後の最後に改めて、だから堂々とうちはなんかこう悲しい時は悲しんで、なんかうち多分その隠せないからさ、こんだけ生きてきて分かったけど、本当は隠したいのよ、本当は隠したいし、なんか頑張ってますなんて言わずになんかかっこよくありたいけどさ、やっぱなんかもうしんどい時はしんどいって言っちゃうし、楽しい時は楽しいってずっと言ってるし、それは多分うち性格やからさ、変えられへんから、なんかそれはそのままそんな同じように嬉しい時に笑って悲しい時に泣いて、音楽をね、音楽の土台のもとやっていきたいなって思いましたね。そんな気分ですね。なんかしんみりしたの。しんみりしたの。感謝です。もう感謝がすごいです。そう、でもやっぱり昨日もカウントダウンね、もう終でもないような時間帯にあんなにいてくれて、朝までいてくれた。すごい。もうやっぱりなんやろう。まあそのカウントダウンしてから2曲やったけども、まあ、その2曲の曲中のなんか景色ってすごい印象深いです。深かったな。エレゲツすげえエモくなっちゃってうち、なんかすごい嬉しいなって思いました。だからそのジャムドアもさ、その昨日も言ったかもしれんけど、そのね、ジャム側としてもボイラーにカウントダウンしてほしいみたいな、そういうのがあって、でさらにそれを俺らが受けて、お客さんもそれになんか答えてくれたみたいな、そういう状況がすごいなんか良、かったですね。良かったですよ、あれやって良かったな。マジ悪手もたもちょっとその話もしたかったな。したいですね、ドエと一緒にしたかったですね、それはちょっとまた改めてね。あれは楽しかったですね、あの時間。ちょっとまた、それは改めて一旦これ締めますか。意外と言いましたけど、はい、ね、振り返りというか、結局振り返っちゃいましたけどもね、はい、皆様いよいよお正月を、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。ということで、ほなみなさん、まさこらさっさっさ。